はい、どうもこんにちは。よろしくお願いします。今日はですね、おすすめのガイド、これいい記事ですね。QEDC 発行の量子的に安全な組織へのガイドということで、まあ基本的にはですね、アメリカのですね、量子団体の方が、このですね、量子コンピューターに対応して企業がどういうふうに対応すればいいかっていうガイドラインを発表していて、まあこれが注目されてます。で、量子経済開発コンソーシアムって言ってアメリカの団体なんです。日本でもですね、量子関連の団体いくつか出てるんですけど、アメリカの QECD っていうところの団体が発表している、それですね、量子コンピューターができると暗号が破られてしまう。で、そのためにですね、どういった対策をすればいいかというところをガイドラインとして発表しているので、まあこれはですね、まあ、非常に気になっている企業が多いと思うんで、まあ非常にいいものなんじゃないかなと思います。で、基本的にはですね、暗号をですね、今のコンピューターでは破れないんですけど、量子コンピューターができてしまうと既存の暗号が破られてしまうと。そうするとクレジットカードから暗号化通信された EC サイトからブロックチェーンから全てダメになっちゃうんじゃないかっていうですね、不安がですね、結構あるんですね。うちの方ではですね、一時期やっぱりそういった Google がですね、開発した時に、まあ、量子コンピューターによる暗号大丈夫なんですかっていうところが、まあ、結構ですね、問い合わせがあったんですけど、まあ、基本的にはですね、まだ大丈夫ですね。ただまあ問題になって、今かなり問題になっているのは、今ですね、通信をまあ傍受して保存しておいて、将来的に暗号解読がされた時に、そういった暗号解読ソフトを使って、量子コンピューターを使って解読してしまおうということで、現状のですね、大事そうな通信を保存しておく、それで将来のために取っておいて、まあ、早めにですね、量子コンピューターができたら順番に解読してしまうということで、まだですね、その量子コンピューターっていうのはできてなくても、暗号解読とか暗号化プロトコルっていうところはかなり課題になっています。で、今回ですね、まあ、結構やっぱ量子コンピューターにまつわるですね、そういった暗号解読のその宣伝ってすごい古代広告が多いんで、まだまだ2050年とか2060年とか2100年までは大丈夫だろうと言われてるんですけど、まあそれでもですね、日々ですね、量子コンピューターのサイズどんどんでかくなっていくんで、やっぱ不安だと思う方もいらっしゃいますし、まあ最近のトレンドとしてやっぱその暗号解読がですね、得意なマシンの方にやっぱ寄ってきちゃってるんで、まあますますですね、話題に上がるようなことが増えるんじゃないかなと思います。で、一方でですね、そういった通信とか暗号っていうところを入れ替えっていうのは非常に大変なんで、今のインフラをですね、そのまま入れ替えるっていうのは非常に難しいんで、まあ、そういったインフラを入れ替えるときのために、まあ、どういったふうにしてやっていけばいいかというところが、まあ、記されているということです。で、もう世界中に何百億ってデバイスがあるんで、その通信規格をですね、全部変えるっていうのはもう本当至難の業だということで、これをですね、まあ、全て変えるためにはですね、やっぱ10年、20年、30年かかるということで、まあ、そういったものに対してどういうふうに対応した方がいいかというところをですね、ガイドラインとして設定されています。で、まあ、慎重なですね、まあ、計画が必要、あと組織をアップデートする必要があるということで、まあ、ガイドトゥアコンタムセーフオーガナイゼーションということで、まあ、量子的に安全な組織へのガイドラインと、ガイドということで、こういったですね、一般の人でもですね、わかりやすく、量子コンピューターの暗号に対するですね、脅威と、まあ、それに対してですね、組織がどういうふうに対応すればいいかというところをガイドとしてまとめているというところがあります。で、うちの会社でもですね、やはりその SHA のアルゴリズムというですね、その量子コンピューターを使った暗号解読っていうですね、ソフトウェアっていうのを持ってるんですけど、まあそういったものっては世界中やっぱみんな持ってしまってるんで、まあそういったものですね、そのハードウェアができてしまうと使えてしまうというのがあって、ハードウェアがなければ使えないんですけど、あとですね、まあソフトウェアあっても、まあちょっと色々あってですね、そんなに簡単には使えないと思うんですよね。あんまり性能良くないんで、まあこういったところがですね、やっぱハードウェアがですね、ポイントになってしまって、ソフトウェアはそんなに重要度が高くないというふうに思ってますので、今後ですね、ハードウェアの発展を非常に注意深くですね、見ていって、どういうタイミングで量子位相推定とか暗号解読がされるかっていうところをですね、まあ、注意深く見ていく上で、まあ、こういったですね、ガイドっていうのも参考にするのがいいんじゃないかなと思いますので、ぜひですね、まあ、注目してみてください。今回は以上です。